皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の19日、17時44分、まず大野里関の、試合が、寝転んでテレビを見ていたのが影響したのか、1回は未来からの時間軸から頭を渡そうとして、それ原因で負けてたんですよ。でそれについても、他の試合で、照ノ富士と、翔猿という、相撲取りの方の試合の時に、照ノ富士の横綱の強さの秘密、要するに、読売ジャイアンツのようなシステムですね、それを見破ってるんですよ。未来からの時間軸からの声掛けでも勝てるように、心の声でルールを形成し直したのが多分影響を与えてると思います。で、その件は、これははっきりさせるには何回も検証して、そういうふうな結果になるかどうか、これを、物事見てみなければわからないんですけども、大野里関に関しては頭の中、野球と比べてですね、自力が多分あるんだと思います。ビビたる量で、頭の中の行き先がですね、大野里関でビビたる量で、しっかり勝ってましたので、やっぱり自力があるんだと思います。でその後の試合ですね、宇良関と、豊昇龍関の、試合でですね、私は心の声で、会場の皆さんや行司の方、両相撲取りの方たちに、投げかけた言葉は、お互い自分の力で、試合をしてくださいと、こちらは、安全面の対応で、対応しますと、それは心の声で投げかけてるんですよ。で立ち合いが始まって、そしてスタートした時、宇良関がもう全力で押しに行って、で相撲自体はその私も長い間相撲見てませんでしたから、まだ素人というところから相撲とはいかなる競技だったかというところを、思い出すところから、取り組んでる状態なんですが、土俵を割った時にこう東照龍関の方がさっき出たように多分皆さん見えたと思うんですよ。私も最初はそうだったんですよ。だけどスローモーションで見たら、その一方的に押しに行ってた宇良関の方が足が先についてたんですよ。で違う角度から見たらどうだったかと言いますと、豊昇龍関ですかね、今、名前がちょっと久しぶりに見たんで皆さんの名前がしっかり出てこないんですけども、右足引っ掛けてるんですよ。でだから土俵際で今まで相撲を何回も、取り組んできた人たちですから、相撲多分分かってると思うんですよ。土俵際でここまで押してこられた時にもう自分は倒されるっていうことが分かってるから、右足をうまく引っ掛けて相手の体を回転させた時に相手の足の方が早くつく可能性があるって分かっていて、多分東照龍関は右足引っ掛けに行って引っ掛けてるんですよ。でそれを見た時に、宇良関の方が、軍配は宇良関で上がってるんですよ。行司の人も、相撲の取り方を見た時に、そう見えたんでしょうね。そこを技で、制してるんですよ、豊昇龍関が。で軍配は宇良関に上がって物言いがついて、でそこでも僕は心の声で怒ってるんですよ。宇良関の方が、足が先についていますと。でその後の VTR で豊昇龍関が右足を引っ掛けに行って、先に相手の方が体を作っていうのが多分分かっていて、これが引っ掛けにいってると、これは目を見張るものだなと、すごいなと、久しぶりに見たっていうこともありましたし、
まあ、そういうシーンをたくさんたくさんしっかり記憶を保持していれば、そのレベルだったらそれぐらいのことできますよの世界に変わってくるとは思うんですけども、撮り直しになったんですよ。まあその内容とか伝わっていて、まあ審判団っていう言い方でもいいと思うんですけども、まあ物言いがついて、その撮り直しになったんですね。でその後また同じ条件で私の頭とか渡したりしないで、どちらの方にもで、僕はもう安全面だけに、集中して、で、両者お互いに自分の力で、試合をしてくださいという形で行ったんですよ。そしたらどうなったかと言いますと、裏関が押し出されて、裏関はその物言いのね、その審判団の人たちのところに向かって転げ落ちていって当たってるんですよ。一応、まあ、まあちょっとぐらいは痛かったと思うんですけども、まあ大きな怪我っていうのは見当たらなかったんですが、まあその結果から見たら、その本当はその豊昇龍関が足引っ掛けて、裏関が足が先についた時点でもうそこで本当は勝負ありだったんですけども、結果まあ物言い取り直しを宣言された審判団の方たちの方に転がっていってると。まあある程度離れた位置とかにもう、まあいろんな角度から見えるようにしてるはずですから、分散していらっしゃるんでしょうけども、そのうちの一人のところにこう自然と転がり落ちていく。やっぱりここの声でもその時僕はやっぱり思ったことを伝えたんですけども、もうやっぱりこれは天の神様は見れると思いますよと、分かってますと審判団の方も、おっしゃってました。そのまあメガネをかけられてた方だったんですが、やっぱり先ほどのその一番っていうものは今日の相撲の試合の中で一番目を見張るものだったんじゃないかなと、私はそう思ってます。もう久しぶりにすごいものを見れたなと。まあまあ長い間その相撲自体を見てなかったっていうこともあるんですけども、やっぱりこれは僕は心の声でどういうふうに述べていて、まあ試合が取り行われていたかっていうのをやっぱり開示しなかったら、そこに何が起きていたかの現象っていうものが誰も実態がつかめないわけですから、やっぱりこういうふうに、しっかりと言うべきだと思います。で、まあ、マスコミの皆さんもそのこと阿部さんの動画で言ってることは本当ですからっていうことで、まあ、見ながら、その相撲のシーン見てもらいながら一度確認された方がいいと、やっぱり世の中こうなってますよと、まあ、そういう結論になるんですよ。さすがにね、まあ、今日もなんとか曇り空作ろうとしていてある程度できてたんですけど、まあまあちょっとだいぶまた一気に晴れ間というかそういう風な形になってますね。以上です。まあやっぱりまあ天の神様が見てますし、まあ もしかしたらあの世で先にお亡くなりになれた方たちかもしれませんし、まあ久しぶりにすごいものが見れたなと。まあ今日、まあ時間がもうこういう時間なんですけども、その後のまあ照ノ富士さんのその横綱の試合どうするべきかなって思ってたんですよ。その相撲の世界をその国際線として見ていいのかどうかの最終結論ですね。それ記憶はまだ戻ってないんですよ。で、その照ノ富士さんの強さ、そのまあもちろん体格がいいのは確かに体が大きくて、まあ確かに相撲という競技はそういう一面が絶対的にあります。で、ただその強さのからくりがバレた時に
これはもう神がかり的な力の使いでは、あと相撲の技とか、お持ちの方の力士の方であれば、翔猿関のように、勝てると、まあ、そういう理論立てたものもあるのはあるんですよ。昔舞の海さんがそうだったように。まあその照ノ富士さんの試合に関わるべきか関わらないべきかというところで、もしこれは国際戦ということであれば、勝率から見るとその今年横浜 DeNA さんを優勝させてあげなきゃならないわけであって、下手に国際戦として扱ってそれで影響が出てたとか負けたりとかして、今日横浜 DeNA さんが勝てる可能性もしなくなるのであれば、それはまあやっぱり違うわけであって、まあちょっと様子見ましょうと、まあそういうふうな考え方もまあ今日は様子見ておいた方がいいかと、まあそういうふうな下手に関わらない方が良いと、まあそういうふうな考え方には至りました。でもしこれが未来からの時間軸からの影響ありで、翔猿関がもし勝っていたとするのであれば、だから僕を疑う人からだったり、物事を検証する深く検証する人からしたら、その話は本当なのかという、角度からの物事の見方があると思うんですけども、テレビのニュースを見たらもう一目瞭然なんですよ。完全に報道ステーションとか、まあ、ニュースウオッチ9とかでもそうですけども、国会で話をされてる、総理とか各大臣だとか官房長官だとか、時間軸は絶対的に違うのに、僕と受け答えをしてるわけですから、僕の心の声とかに対応して。絶対的に影響があるんですよ。あとは現場でそれがどういうふうな仕組みになってるかというところで、もしかしたら自分の方でそのルール形成っていうのをするべきなのかもしれません。結局はみんな各自、分かりやすく言うと、人の面倒をずっと見続けてくれる、その家族でもないのに見続けてくれる人なんかまずこの世の中にいません。自分でどうにかするしかない、これはほとんどの世の中の人に与えられている条件であって、そのそこまでそのはっきりしたその条件の中で、もうある程度の年齢まで生きてきたら分かります。じゃあその中で心の声とで、その未来からの時間軸や頭の中の受け渡しとかも試合の間にそれをうまく構成して、持ち直して対応する人間、それはそれで技として認められているだとか、もちろん未来からの時間軸の声かけで被災地への災害情報等も伝えれます。それはものすごく重要なことであって、未来からの声かけとかをないがしろには絶対にできない、これも絶対的な答えなんですよ。じゃあ被災者の人たちにしっかりと心の声とか聞こえなくて、その人がお亡くなりになったら、あなた責任持てますかって言われたら、持てる人間は絶対いません。亡くなった人に対してもうその人は生き返らないわけですから。じゃあやっぱり未来からの心の声とかは絶対にないがしろにはできない、これになるんですよ。もうちょっともうすぐ野球始まりそうなんで、もうそちらの方に行きます。以上です。